こんにちは、柴田です。今回は激レアフェンダージャパンの E シリアルジャズマスターをレビューいたします。こちら千葉管楽器でお借りしてきたんですけれども、非常に珍しい E シリアルのジャズマスター、1984年から87年頃の不次元製になっているんですけれども、何が激レアかというとですね、この時期ジャズマスターってめっちゃ人気なかったらしいんですよ。アメリカでもね、全然人気がなくて、ジャパンの方が復刻が早かったらしいですね。まあそれでもジャパンではね、全然人気がなくて、本数が非常に少ないと。その E シリアルです。で、こちらはですね、私が持っている2010年製の第7楽器のジャズマスター。後ほど鳴らし比べていきたいと思います。ちょっとしたジャズマスターだ話なんですけれども、今でこそね非常に人気のある機種になってますけれど、一時期はね全然人気がなくて、本家アメリカでもね全然人気なかったらしいんですよ。カートコバーンの影響でジャガーはねめちゃめちゃ人気があったみたいなんですけれど、ジャズマスは一切見向きもされずというところで、それがですね逆にアメリカで人気がないからいいものが日本に入ってきていたと。 USA 製のジャズマスはね割とね本当にいいものが日本に流れてきてたらしいんですよ。 USA もぜひチェックしていただきたいところなんですけれども、こちらはフェンジャパの E シリアルと。早速ね音鳴らしていきましょうかね。まあ持った感じの雰囲気としては、 R がね思ったよりも緩いというか、割と近代的なシェイプになってるんですよね。ちょっとねこれ端っこもエッジ感がねしっかりあるような感じです。重量は 3.7kg、 色がねめちゃめちゃかっこいいっすね。じゃあまず生音いきましょうかね。まあジャパン色がやっぱしっかりとジャパン色がありますね。じゃあ私のジャズマスター、これねバズストップバーをこの間ね乗っけました。あ、こっちの方がちょっとしっとり気味な感じ、やっぱ若さを感じますね。じゃあ音はねまずこっちから聞いていきましょうかね。ちょっとクリーンサウンド、ピックアップはファンクおじさんのジャズマスターピックアップに変えております。なのでねめっちゃいい音しますよ。 USA とのね鳴らし比べもしているので、ぜひそちらも見ていただきたいなというところです。じゃあクイーンいきます。かなり僕もねお気に入りの一本になっております。これねトータルバランス的にはねかなりいい感じだと思います。レンジも広いし、フロントの方はねしっとりしてるんですけれども、リアはしっかりとこうエッジ感があるという感じですかね。重量はね若干こっちの方が軽いかな、これが 3.5 ぐらいかな。では E シリアルいきますよ。今回ね1回も鳴らしてないんでね、ちょっと気になるところでございます。これねピックアップは弾管にね交換されているようです。オリジナルのピックアップもねついておりましたので、購入の際にはねそちらもねついてくるかと思います。では行きます。ちょっとやっぱレンジがね高い、迫力
はね、さっきの方がありますね。ミックス。おこれはね、ミックスかなりいい感じですよ。一気に迫力も出ました。フロントがいいんでしょうね。フロント、あ、いいっすね。リアはね、ちょっともうちょい上げてもいいのかな。まあ、でも逆にこうかき鳴らすためにこれぐらいの差があっても、いいのかもしれないですね。ミックスはかなりいい感じですね。としてはね、フロントはまあ割と柔らかめだけど、カチッとしてる感じですね。リアはヴィンテージテイスト溢れるというか、まあそんな感じでしょうか。歪ませてみましょうかね。感じですよね。というふうな感じで E シリアルの珍しいフェンダージャパンジャズマスター、いかがでしたでしょうか。今ですね、千葉管楽器にありますよ、ジャズマスね、結構ね、いろんな種類のがあるのでね、それもね、ぜひ鳴らし比べていただきたいなというところでございます。まあ珍しいものなので、ぜひぜひ千葉管楽器に鳴らしに来てください。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。